度は夜間の巡回です。では行ってみましょう。怖いぞ夜は。酔っ払いとかも出てくるんちゃう。お、駐車違反。あの車両は歩道に駐車しているので、あー乗り上げてんだよね。おっけおっけ、ほんまや乗り上げ中。これはダメだね。違反切符を取りましょう。え、待って、ポイ捨て、ポイ捨て多くない？もう。見切れん、見切れん。これやな。歩道、歩道上駐車。OK。プラス10、切りましたと。これは ?20 年の5月。え、これってギリギリでね、今月やからまあ、いけんのかな。5月いっぱいまでは。さあ、こっち行ってみるか。あ、これ、これ赤になってる。ここ、メーター過ぎてますよ。新商社でもないやろ。はい、これ確保ですね。確保案件です。やっとお仕事です。もう劣化、劣化アイドルにする駐車違反の切符切る前に、劣化アイドルした。やばい、減った。マイナス5になった。レッカー車の不当な手配。やばい、マイナスばっかりついていく。ザマーめっちゃ運ばれていくやつ。おー、さようなら。どんまい。私に見つかったのは、運の月やで。どこでポイ捨て今度は。もう忙しい。あるか、あいつか。いけるいけるいける。あいつや。レッカー車に後は任せて。この女の人を取り締まろう。今、ポイ捨てしましたよね。まぁちょっとむしゃくしゃしてるから、チップ切るわ。勘弁してよ、高すぎる。とても悲しそうに見える。じゃあね、バイバイ。ハブはナイスデーは、もう皮肉やんな。お、これも赤くなってるで。よし、今度はちゃんと違反チップ切るね。時間超過してますよーの切符切ってます。完璧。ここは？これは？反対向き駐車じゃね？え、てか違反し放題やん、この辺。大丈夫？これは、逆向き駐車です。おー、正解。やっぱりね。あー、あっちに違反車がある。行くしかないのか。これ超過してる。え、違反した？ちょ、待って。今、そういうとこじゃないのよ。駐禁切るのも大変。どれ？ああ、あいつか。あ、消えた。ああ、現行犯やないとダメだよね、こういうのって。逃がしたわ。まあまあまあ。いいでしょう。とりあえず、この車が逆向き駐車やっていうことは遠目から分かった。いいね。違反車ばっかりやからな。20年の3月、これ過ぎてるんじゃない？今20年の5月やから。はい。違反車ばっかりやな。どうなってんのや、この辺。期限切れナンバープレート。ほら、正解や。違反者ばっかりの町やわ、ここ。これは？あー。20年の4月、切れてますね。残念です。非常に。期限切れナンバープレート。はい。あ、乗り上げ駐車おるやん、こいつ。これ。乗り上げてるわ。見過ごすとこやった。許しませんよ。道上駐車。いや、違反。違反ばっかりやな。これも、これも乗り上げとる。よく見たら。はい。おーおー、稼ぐね、今日は。忙しい。ポイ捨てをした。どやつ？あいつか。行くわ。
通に横断するからな。もしもし、すいません。今、ポイ捨てしましたよね。では、違反切符を切らせていただきます。かわいそうに。本当に？高すぎるよ。こういうことをしないと、再犯するでしょ、あなたたちは。バッドデイやったな。私がバッドデイにしてやるよ。あー、反対向き駐車ですね。もう気づけば夜中の2時半やわ。これ反対やな。はーい、切らせていただきます。これ反対向きやな。見つけたらポイントがもらえずとも切っていく。正義感が強いからね。あ、上がっていけるやん。あ、いけるいける。どんどん行こう。あ、どれ？あいつか。レッツゴー。はーい、すいません。違う。違う。あなたじゃない。間違えた。こいつや。あ、消えた！クソ！多分これで声かけてもダメやんな。あー、消えたわ。いや、行ってみるか。もしもーし。ポイ捨てしましたよねと。ちょっと怖いから口頭。いや、どうせやから、違反切符とくか。あ、矢印消えてもちゃんとプラスつくやん。なんでそんなに高いんだ。そうよ。お前らは25ドルを捨ててるんやね。ゴミと一緒に。これ横断歩道に近いからダメなんちゃう？ちょっとやってみるか。ものは試しや。駐車違反。横断歩道付近に駐車。お、プラス10。正解やった。やっぱダメよな。こんな横断歩道の近くに止めちゃう。これは、切れてるね、メーターがね。高くなってるから。来たー。もう夜中の4時ですよ。これ、20年の1月、ダメやし、横断歩道も近いし、こいつダブルパンチや。どこ？横断歩道付近に駐車。え、切符って2枚切れんの？これと、禁煙切れナンバープレート。あ、切れた。やばい。ダブル違反。2枚置かれた。かわいそう。全部置いてあげたいな。じゃあ、他にもない、なんか。他はな、乗り上げとかしてたら速攻、もう、トリプルパンチやけどな。横断歩道、これも横断歩道近いか？やってみるか。勉強がてら。おー、正解だわ。勉強になるね。これ、日常生活で私見てしまいそう。あ、あいつ、とか。止める人おらんか。これは乗り上げやね。乗り上げてますよ。止めるときは気をつけてくださいね。これ横断歩道の近くや。騙されるとこやった。素通りするとこやったね。いいね。ガンガンポイント溜まっていくよ。19年の1月、めっちゃ切れとる。期限切れと。疲れい。20年の1月、切れてます。ナンバープレート切れてます。こんなに切れてるもん、あるもん。異常なほどあるんやけど。これは乗り上げ。乗り上げやし、メーターも切れてるし。横断歩道近かったらトリプルパンチやったのになぁ。くっそ。え、くっそとか言われんけど。オッケー。いいね。これして？どれ？あ、これ？このお姉はん？はい、確保。確保です。カチューシャのお姉。ポイ捨てです。違反切符。25ドル捨てたな。今日は最悪よ。とても怒っているように聞こえる。ポイ捨てはダメよ。私が魔法使えたら、今まで捨てたポイ捨てのゴミが、全部自分のところに帰ってくる魔法を使ってみたい。どうよ。私のところにも多少帰ってくるかもしれん。昔ポイ捨てちょっとしてしまったことがあったからな。あ、これ切れてる。新商社やけど、ダメで。
関係ないから、プレートは。あよ。完璧。6時になったら、シフト終了かしら。こんなとこで何やってんの？怖いんやけど。何かいこれ。怪しい。中途終わった。帰ろう。危ない。帰ろ帰ろ。やっぱ6時で終わりやったわ。6時間勤務か。なかなか長いな。ただいま。今日の業務は終了しました。中勤を切るだけの、とても大変なお仕事でした。来た。報告書。いやー、もう最初こそミスったけど、そっからは順調にことを運べた。おおおおお。お、アンロック。なにこれ？懐中電灯。懐中電灯と、なんだこれ？カメラ。と、レーダーガン。ガンって聞いたら強そうやけど。おおお、めっちゃアンロックするやん。コールアウト。軽度の事故。めっちゃアンロックする。スピード違反者の報告。新しい地域。ビューフォートランディング。新しいマップが開けたみたい。これもや、チェスター。です。で、終わりかな。すげえ、280ポイントも稼いだ。やるじゃん。オッケー。ということで、ポリスシュミュレーター、オフィサー、初日、無事終わりました。駐車違反をね、切るね、一見地味な作業やけど、とても大変なお仕事でした。周りさんってね、やっぱ大変なお仕事やと思う。違反やね、ポイ捨ては皆さんやめてくださいね。私が取り締まっていくんで、25ドル払ってもらいますよ。ということで、ご視聴ありがとうございます。次回も取り締まっていくんで、動画見てください。では、バイバーイ。